UEFA チャンピオンズカップ1976から77は22回目の UEFA チャンピオンズカップである。1977年5月25日にイタリアローマのスタディオオリンピコディローマで決勝が行われリバプール FC が初優勝を果たした。1アウェーゴールにより TPS が2回戦に進出。レンジャーズ V チュリッヒスリマワンダラーズ VTPS。 フェレンツバーロッシュ V ジュネスエッシュディナモドレスデン V ベンフィカ、クスカセプテンブリスコズナメ V サンテティエンヌダンドーク、VPSV ア V トラブゾンスポル、リバプール V クルセーダーズバイキング V バニーク、オストラバキューゲ V。バイエルンミュンヘンディナモキュエフ V パルチザンオモニア V、ポックトリノ V マルメ FF アウストリアウィーン V ボルシア、メンヘングラートバッハ FKS スタル、ミエレツ。 V レアルマドリードクラブブルヘ、ヴィステアワブカレストチューリッヒ V レンジャーズチューリッヒが、レンジャーズに合計スコア2-1で勝利。TPSV スリマワンダラーズ TPS が、スリマワンダラーズに合計スコア2-2で、アウェーゴールにより勝利。ジュネスエッシュ V フェレンツバーロシュフェレンツバーロシュが、ジュネスエッシュに合計スコア11-3で勝利。ペンフィカ V ディナモドレスデンディナモドレスデンが、 ベンフィカに合計スコア2例で勝利。サンテティエンヌ・ V クスカ・セプテンブリスコズナメ、サンテティエンヌがクスカ・セプテンブリスコズナメに合計スコア、1例で勝利。PSVV 弾道区 PSV が弾道区に、合計スコア7-1で勝利。トラブゾンスポール V やトラブゾンスポールが、やに合計スコア6-3で勝利。クルセイダーズ V リバプールリバプールが、 クルセーダーズに合計スコア7-0で勝利。バニーク・オストラバ V ・バイキング・バニーク・オストラバが、バイキングに合計スコア3-2で勝利。バイエルン・ミュンヘン V ・キューゲ・バイエルン・ミュンヘンが、キューゲに合計スコア7-1で勝利。パルチザン V ・ディナモ・キエフ・ディナモ・キエフが、パルチザンに合計スコア7-1で勝利。ポック、V ・オモニア・ポックが、オモニアに合計スコア3-1で勝利。 丸目 FFV トリノトリノが丸目 FF に合計スコア3-2で勝利。ボルシアメンヘングラートバッハ V アウストリアウィーンボルシアメンヘングラートバッハがアウストリアウィーンに合計スコア3-1で勝利。レアルマドリード VFKS スタル、ミエレツレアルマドリードがスタルミエレツに合計スコア3-1で勝利。 ステアウアブカレスト V クラブブルッヘクラブブルッヘが、ステアウアブカレストに合計スコア3-2で勝利。チューリッヒ VTPS フェレンツバーロッシュ V ディナモ、ドレスデンサンテティエンヌ VPSV トラブゾンスポル、V リーバプール TJ バニークオークド、オストラバ V バイエルンミュンヘンディナモキエフ V ポック、トリノ V ボルシアメンヘングラートバファレアルマドリード V クラブブルッヘ TPSV チューリッヒチューリッヒが、 TPS に合計スコア30で勝利。ディナモドレスデン V フェレンツバーロッシュディナモドレスデンが、フェレンツバーロッシュに合計スコア41で勝利。PSVV サンテティエンヌサンテティエンヌが、PSV に合計スコア10で勝利。リバプール V トラブゾンスポルリバプールがトラブゾンスポルに、合計スコア31で勝利。バイエルンミュンヘン VTJ バニークオークド、オストラババイエルンミュンヘンが、 tj バニークオークドーストラバに合計スコア6-2で勝利ポックブイディナモキエフディナモキエフがポックに合計スコア6-0で勝利ボルシアメンヘングラートバッハブイトリノボルシアメンヘングラートバッハがトリノに合計スコア2-1で勝利クラブブルッヘブイレアルマドリードクラブブルッヘがレアルマドリードに合計スコア2-0で勝利1チ,チューリーヒがアウェーゴールにより 準決勝に進出。チューリッヒ V ディナモ、ドレスデンサンテティエンヌ V リバプールバイエルンミヌンヘン V ディナモキエフボルシアメンヘングラートバッハ V クラブブルヘディナモドレスデン V チューリッヒチューリッヒが、ディナモドレスデンに合計スコア4-4で、アウェーゴールにより勝利。リバプール V サンテティエンヌリバプールがサンテティエンヌに、合計スコア3-2で勝利。ディナモキエフ V バイエルンミヌンヘンディナモキエフが、 バイエルン・ミュンヘンに合計スコア2-1で勝利。クラブブルッヘ V ボルシアメンヘングラートバッハボルシア、メンヘングラートバッハがクラブブルッヘに合計スコア3-2で勝利。チューリーヒ V リバプールディナモキエフ V ボルシア、メンヘングラートバッハリ,リバプール V チューリーヒボルシア、メンヘングラートバッハ V ディナモキエフリバプール V ボルシア。 メンヘングラートバッハ1976から77ヨーロピアンカップの得点ランキングは以下の通り。ありがとうございます。